かつては世界一の輸送量を誇った東京札幌線の1日を年代別に再現しました。この動画は当時の各航空会社の時刻表、あるいは交通公社の時刻表、JTB 時刻表をもとに作成しています。東京側は羽田、成田の両空港、札幌側は千歳、丘珠の両空港を含みます。旅客便のみを扱っており、貨物便は含まれていません。またこちらにあるデータはすべて片道あたりの数値で、運賃は時刻表に表記されているものそのままです。なお経路は正確ではありません。まずは戦後日本の民間航空が再開された1951年、昭和26年のものです。この年、戦後初の国内民間航空会社として日本航空が営業を開始しましたが、この時点で同社は羽田、千歳線の運航を始めました。この時の運航便数は1日1往復で、使用機材はダグラス DC-4 です。所要時間は3時間となっています。なお、この時点での同社の運航はアメリカのノースウエスト航空に委託されています。続いてその2年後、1953年です。この前年の1952年に、日本航空は自主運航を開始しました。この時点での時刻表では、運航便数は1日2往復となっています。また、1953年には、日本航空株式会社法が制定され、同社は国際線と国内幹線の運航を担当することとなり、この頃には、他にも民間航空会社が次々と誕生してはいたものの、しばらくは、東京札幌線は、日本航空1社のみでの運航が続きました。なお、運賃は1万1000円前後となっていますが、この頃の1万円と、現代の1万円は、その価値が大きく異なります。ものによって、その価値は時代とともに変化していくため、単純に当時の何かの値段と比べて、航空券代を現代の値段に換算することは難しいので、この動画では参考として、当時の国家公務員の大卒初任給を掲載します。当時の給与1ヶ月分を優に上回る値段であったことがわかります。続いて5年後、1958年です。日本航空の運航便数は1日3往復となっています。機材は相変わらずダグラス DC-4 で、所要時間も変わっていません。またこの年に日本ヘリコプター輸送と極東航空が合併して誕生した全日空が、羽田から仙台もしくは三沢を経由した千歳線を運航しています。月、水、金、日曜が三沢経由で、火、木、土曜が仙台経由です。機材はダグラス DC-3 で、所要時間は約4時間半かかっていましたが、運賃は直行便よりも若干安くなっていたようです。なお、運賃に関しては、1990年代に規制が緩和されるまで、国によって管理されており、同じ路線であれば、会社間で差はありません。1990年代以降は、多彩な割引運賃が設定されますが、この動画では、普通運賃のみ掲載しています。続いて2年後、1960年6月の様子です。日本航空は深夜便を運航しています。この時に使用されていた機材は、日中帯と同じダグラス DC-4 で、所要時間も変わらず、1日1往復が運航されています。日中帯においては、この前年の1959年10月、艦船への参入が認められた全日空が、羽田千歳線直行便の運航を開始しました。この時の使用機材は、コンベア440です。同機は、当時としては高性能な旅客機で、巡航速度も速く、機内は与圧されていました。所要時間は、日本航空よりも20分短い、2時間40分となりました。10年近くにわたって、もはや時代遅れとなりつつあった DC-4 を使用し続けてきた日本航空でしたが、全日空のコンベア440の参入により、日本航空は、所要時間、サービスの両面で、大きく水を開けられることとなりました。これ以降、羽田千歳線では、日本航空と全日空により、旅客獲得をめぐる激しい競争が繰り広げられるようになります。
この時点での日中帯の直行便の便数は、日本航空が7往復、全日空が2往復です。なお、全日空の経由便は、仙台、三沢の2カ所に寄港する形となり、所要時間は5時間となりました。続いて5ヶ月後、1960年11月です。この時の時刻表では、深夜便は掲載されていません。攻勢を強める全日空は8月から、同路線に、ターボプロップ機のビッカースバイカウントを投入しました。この時に使用されたのは、同社が発注していた、バイカウント828に先立ってリースされた、バイカウント744です。所要時間はさらに大幅に短縮され、2時間5分となりました。旧式のダグラス DC-4 では、もはや勝負にならない日本航空は、もともとは国際専用として導入したものの、ジェット機の導入により、機材に余裕が出始めていた、ダグラス DC-7C を、同路線の全便に投入します。同機は、DC-4 はもとより、DC-6 などと比べても高速でしたが、それでもまだ、全日空のバイカウント744よりは、所要時間が10分長くなっており、また、レシプロ旅客機の性能の限界近くに達していた同機は、騒音や振動も大きく、全日空のターボプロップ機と比べると、快適面でも見劣りするものでした。続いてその1年後、1961年11月の様子です。全日空の参入以来、劣勢に立たされ続けてきた日本航空はこの年、ついに、ジェット機のコンベア880を、同路線に投入しました。同機はこの年に導入が始まったばかりで、本来は国際線に投入される予定の機材であったものの、全日空の機材に対抗するため、急遽同路線に投入されたものです。所要時間は、一気に1時間20分前後へと短縮されましたが、この時点では、同機が使用されたのは、日本航空の5往復便のうち、1往復のみで、残りの便は、DC-6B、もしくは DC-7C となります。また、全日空にはバイカウント828が納入され、同路線は全便が同型機での運航となっています。さすがにジェット機にはかなわないものの、所要時間はバイカウント744よりさらに短縮され、1時間50分となっています。この時のダイヤでは、後発の全日空機が先に出発した日本航空のプロペラ機を上空で追い抜くという光景が見られました。続いて3年後、東京オリンピックが開催された、1964年の様子です。日本航空の深夜便が、再び運航されています。同社の深夜便は、東京札幌間、および東京大阪福岡間で運航されていましたが、東京札幌間の運航便には、オーロラという愛称が付けられていました。便数は1往復で、所要時間は2時間10分なので、機材はダグラス DC-7C が使用されていたものと思われます。日中帯の便においては、日本航空は同路線の機材をすべてジェット化し、全便コンベア880での運航となっています。対する全日空もこの年、ジェット機のボーイング727-100 をリースし、同路線に投入しました。この時点では1機のみ保有していましたが、同機を終日同路線に当て、同社も1日3往復便をジェット化しました。残りの便は、引き続き、バイカウント828による運航です。また、日本国内航空が、八戸を経由した札幌線を運航しています。同社はこの年の4月に、北日本航空、富士航空、日東航空が合併して誕生したものです。北日本航空の拠点であった丘珠空港発着の路線となります。機材はコンベア240です。また、全日空の経由便は、一時、函館を加えた3カ所を経由していましたが、再び仙台と三沢の2カ所を経由する形となり、機材は、同社のローカル線の主力機となった、フォッカー27となっています。続いて2年後の1966年です。引き続き、日本航空の深夜便オーロラ号が運航されています。
所要時間は変更されていませんが、この頃には同社の DC-7C は退役していたはずなので、機材は DC-6B が使用されていたものと思われます。この深夜便は、高度経済成長期を支えたビジネスマンや著名人には好評だったようです。日中帯の便においては、全日空も同路線の全便ジェット化を完了しています。これをもって、日本航空、全日空両社間での所要時間の差はなくなりました。また、日本航空の機材も、ボーイング 727-100 となっています。同機は、日本航空と全日空が協議の上、国内感染用機材として導入されました。また、日本国内航空の丘珠線は、羽田からの直行便となっています。1日に往復が運航されており、機材は YS-11 です。なお、この年の2月には、千歳から羽田に向かっていた全日空のボーイング 727-100 が、羽田空港へ侵入中に、東京湾に墜落する事故が発生しました。事故の正確な原因は明らかにされませんでしたが、この頃には、伊丹羽田間を26分、千歳羽田間を47分など、数々のスピード記録が出されており、会社も公式に宣伝材料に使うなど、このような行き過ぎたスピード競争が事故の原因になったのではとの見方もあるようですが、真相は不明です。続いて4年後、1970年です。日本航空が運航していた深夜便は、日本国内航空へと移管されました。2往復が運航されており、所要時間は2時間半、機材は YS-11 です。同社の札幌便は、それまで丘珠空港発着便のみでしたが、この深夜便の運航によって、同社も千歳空港へ乗り入れることとなりました。ただし、この時点ではまだ、日中帯はすべて丘珠空港発着となっています。日本航空は、この前年から導入が始まった、ダグラス DC-861 型を千歳線に投入しています。同機は座席数234席と、それまでのボーイング 727-100 と比べ、大幅に輸送力が向上しました。この時点では、日本航空の13往復中、3往復に使用されています。また、全日空もこの前年から、ボーイング 727-100 の胴体を延長した、ボーイング 727-200 を導入しており、時刻表上はこの2機種は区別はされていませんが、この時点では、同社の同路線における便の半数ほどは同型機による運航であったと思われます。一方、日本国内航空の丘珠直行便はなくなり、再び八戸経由となっています。日本航空や全日空のジェット機が相手では、市街地に近い丘珠空港発着といえども、さすがに分が悪かったのでしょうか。あるいは、深夜の千歳便が移管された関係で、調整が入ったのでしょうか。続いてさらに2年後、1972年の様子です。1971年、日本国内航空は東亜航空と合併し、東亜国内航空となりました。この時点でも引き続き、日本国内航空時代から続いていた深夜便を運航しています。機材は変わらず YS-11 で、2往復が運航されています。同社による深夜便の運航は、1974年頃まで続いたようです。日中帯の便においては、日本航空はすべての便を DC-861 型での運航としています。また、全日空の使用機材も、基本的にすべてボーイング 727-200 となっていたと思われます。東亜国内航空の札幌便は、直行便、経由便含め、日中帯は運航されていません。この年の7月に、4547体制が発動されたことで、当初は、東亜国内航空の運航路線は、ローカル線に限られることとなり、同社の東京札幌線への参入は、もうしばらく経ってからのこととなります。なお、この年の7月には、千歳から羽田に向かっていた全日空のボーイング 727-200 が、岩手県雫石町上空で自衛隊機と衝突し、墜落する事故が発生しました。
この事故が各方面に与えたインパクトは大きく、航空業界においても、様々な面で、ルールや法の改正が行われる契機となりました。2021年現在、この事故が、全日空における最後の重大な墜落全損事故となっています。続いて3年後、1975年の様子です。日本航空は、1973年から納入が始まった、ボーイング 747SR を投入しています。同機の座席数は、それまでの DC-8-61 型の2倍以上となる490席へと一気に増加しました。この時点では、同路線の日本航空便の半数ほどが同型機に置き換わっています。一方全日空も、この前年から運航を開始した、ロッキードトライスターを羽田千歳線に投入しています。同機の座席数も、それまでのボーイング 727-200 の約 1.7 倍となる306席となり、大幅に増加しました。ボーイング747やトライスターの登場により、日本国内においても、大量輸送時代の幕開けとなりました。また、東亜国内航空の同路線への参入が認められ、この年から運航を開始しました。機材はダグラス DC-941 型ですが、同機の巡航速度は日本航空や全日空の大型機と比べ若干遅いため、所要時間も10分ほど長くなっています。続いて5年後、1980年です。1978年、新東京国際空港、成田空港が開港しました。成田空港と千歳空港を結ぶ路線は、この時点では、日本航空1社のみによって、1日1往復運航されていました。ちなみに、成田千歳線の運賃は、羽田千歳線と同額となっています。日本航空は、1976年に新たにダグラス DC-10 を導入しました。同機は、全日空のトライスターとほぼ同サイズの機体となります。この時の時刻表では、同社の11往復便中、4往復が同型機の運航となっています。残りの便に関しては、4往復がボーイング747、3往復が DC-8 です。また、全日空の運航便は、全便トライスターに統一されました。1日10往復を運航しています。一方、東亜国内航空は未だ1往復便の運航しか認められておらず、機材も変わらず DC-9 を使用しています。艦船への参入は果たしたものの、他の2社と比べ、便数、機材面ともに、未だ同社の劣勢は明らかでした。続いてさらに5年後、1985年です。全日空も1979年から、ボーイング 747SR の運航を始め、当初は大阪、福岡、那覇線などに使用されましたが、その後千歳線にも投入され、この時点ではすでに全便が同型機による運航となっています。また、日本航空もほぼ全便、ボーイング 747SR での運航となりました。一方、東亜国内航空は1981年から、同社初のワイドボディ機となる、エアバス A300 を導入しました。同機の座席数は281席で、それまでの DC-9 の2倍以上となり、また、同社の羽田千歳線は増便が認められ、この時点では4往復を運航している、同路線の全便に同型機を投入したことで、同社の座席数は当初の9倍にまで増加しました。このように、航空3社すべての機材が大型化されたこともあって、全体の提供座席数は大幅に増加しました。また、成田線は引き続き日本航空のみが運航を行っていますが、便数は1日2往復となっています。続いて7年後、年号は変わって平成4年、1992年の様子です。この年の7月、千歳空港では新しいターミナルビルが開業し、新千歳空港となりました。また、東亜国内航空は、1988年に日本エアシステムへと社名を変更しています。ほぼ同時期に、同社はそれまでの A300 よりもさらに大型の、ダグラス DC-10 を導入しました。同機はもともと国際専用機材として導入されたものですが、この時点では羽田新千歳線でも使用しています。
一方、日本航空のボーイング 747SR には、2階席部分を延長した、ボーイング 747-100SUD や、-300SR も加わっており。また、全日空も含め、近代化されたハイテクジャンボ、ボーイング 747-400 も飛び始めました。また、4547体制の見直しにより、国際線を運航するようになった全日空も、成田線に参入しています。この時は週3便のみの運航で、ボーイング767が使用されています。なお、日本航空の成田線は、1日1往復となりました。続いて6年後、1998年の様子です。1990年代後半頃から、規制緩和に伴い、新規航空会社の設立が相次ぎ、この年、北海道国際航空が、新たに羽田新千歳線に参入しました。機材はボーイング 767-300 で、1日3往復での参入となりました。運賃に関する規制が緩和されたことから、同社はそれまでの大手3社の運賃よりも大幅に安い値段で航空券を販売しました。日本エアシステムは、前年の1997年から、大型機のボーイング 777-200 を導入し、当初から新千歳線へ投入しました。この時点では、同社の9往復便のうち、6往復がボーイング777での運航となっています。なお、この頃には、日本航空と全日空も同型機を導入してはいますが、羽田新千歳線には、より座席数の多いボーイング747が引き続き使用されており、同路線には、まだボーイング777は投入されていません。羽田空港では、沖合展開事業により、1997年から新 C 滑走路が供用開始されており、それに伴って発着枠も増え、新千歳線の送便数も増加しています。続いて5年後、2003年の様子です。2002年、日本航空と日本エアシステムは、経営統合することとなりました。この時点ではまだ、日本エアシステムという会社自体は存在していますが、経営統合の一環として、羽田新千歳線は、すべて日本航空便となりました。日本航空、全日空ともに、ボーイング777での便が増えており、その中には、より大型のボーイング 777-300 も含まれています。羽田新千歳線の送便数はさらに増え、日本航空は21往復、全日空は16往復、北海道国際航空は7往復運航しています。一方、成田線にはこの前年、2000年に運航を開始したフェアリンクが参入しています。機材はボンバルディア CRJ100 もしくは200で、1日2往復運航しています。なお、同社の便は全日空との共同運航便となっており、これに伴って全日空の成田新千歳線は一度なくなります。また、北海道国際航空についても、経営悪化により全日空の支援を受けることとなり、その一環として、同社も全日空との共同運航を行うようになっています。続いて4年後、2007年の様子です。この前年の2006年、スカイマークが羽田新千歳線に参入しました。同社の使用機材は、すべて同時期に運航を開始したボーイング 737-800 となり、この時点で1日9往復前後を運航しています。同社は、運賃を大手航空会社の半額程度に設定していました。なお、同社はこの時期、より大型のボーイング 767-300 も保有していましたが、福岡、神戸、那覇線に投入されており、新千歳線には使用されていません。一方、フェアリンクは2004年にアイベックスエアラインズに社名を変更しています。同社は引き続き、成田新千歳線を運航していますが、便数は1日1往復となっています。同社による成田新千歳線の運航は、2009年頃まで続きました。そして再び、全日空が成田新千歳線を1日1往復運航するようになっています。全体の便数が増えたことで、羽田新千歳線の1日あたりの提供座席数は、2万席を超えるにまで至りました。この頃から、日本航空が経営破綻する2010年頃までの間が、同路線の最盛期と言えたようです。
続いて5年後、2012年の様子です。2010年、日本航空は経営破綻しました。経営再建に伴い、羽田新千歳線も、ボーイング767、ボーイング737といった中小型機がやや増えています。全日空の機材には、前年に導入されたボーイング787が見られるようになりました。同社の機材にも、朝や夜の便の一部に小型機のボーイング737が見られるようになりましたが、一方でボーイング747もまだ健在です。また、北海道国際航空改め、エアブーの機材でも、ボーイング737が増えました。一方、成田線には、前年に設立された格安航空会社が参入しました。初代エアアジアジャパン、およびジェットスタージャパンが運航を開始し、それぞれ3往復便を飛ばしています。機材は、両社とも、エアバス A320 です。なお、スカイマークもこの前年に成田新千歳線に参入しており、この時点では、同社も1日3往復を運航しています。また、日本航空も同路線を3往復、全日空も2往復運航するようになっており、同路線の便数、提供座席数は、この数年で急激に増加しました。羽田新千歳線に、中、小型機が増えてきた背景には、成田便の便数が増えたことも関係していると思われます。続いて3年後、2015年の様子です。経営拡大を進めるスカイマークは、この前年にエアバス A330-300 を導入しましたが、同機を羽田新千歳線にも投入し始めています。時刻表上は、同社の8往復便中、4往復が同型機での運航となっていますが、経営不振となっていた同社は、ちょうどこの1月末に経営破綻することとなり、実際に A330 型機がこの時刻表通りに運航されていたかどうかは不明で、この直後に同機は運航を停止します。なお、経営不振に伴って、同社は前年にすでに成田空港から撤退しており、成田新千歳線もこの時点では運航されていません。一方、エアアジアもわずか数年で日本市場から一度撤退することとなり、初代エアアジアジャパンは2013年、新たに全日空子会社のバニラエアへと社名を変更し、引き続き成田新千歳線を運航しています。成田線では、スカイマークの撤退や日本航空の減便が続きましたが、一方で、格安航空会社は便数を増やしており、便数、座席数はほとんど変わりありません。最後に、2020年1月の様子です。2019年、バニラエアは、ピーチアビエーションに統合されました。これによって、ピーチアビエーションも、成田新千歳線を運航するようになっています。また、2016年から、春秋航空日本も、成田新千歳線に就航しました。機材は、ボーイング737-800 です。同社が同路線に就航したこと、また既存の格安航空会社もさらに便数を増加させたこともあって、成田新千歳線の便数、提供座席数はさらに増えています。一方、2010年代以降、羽田新千歳線に関しては、便数、座席数の大幅な変化はありません。この時の時刻表では、日本航空は同路線に最新鋭の A350 を就航させています。一方、全日空は深夜早朝の便を除いて、ほぼすべてボーイング777での運航となっています。ちなみに、2016年に北海道新幹線が開業しましたが、この時点ではまだ函館止まりであり、東京札幌間での航空需要にそこまで大きな影響は与えていないようです。2020年2月以降は、東京札幌間の航空便も、新型コロナウイルスの影響を受け、大幅な減便となります。